コルメです今日はちょっとビジネスに関するお話ししたいと思っています。えっ、ー、と、ハンドメイドの作家さんや人形作家さんなど作家さんたくさんいらっしゃいますね。で、皆さん値上げのタイミングわからないと思うんですよ。値上げのタイミングについてこんな風にしたらいいよっていうアドバイスを一つさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、例えば、 5000円の作品販売していたとしますねで、あの作品によって作れる個数って全然違ってくると思うんですよ人によってスピードも違うし凝り方も違うだから1年やったら値上げとかそういう期間じゃなくってあくまで個数を目安にしたら値上げもしやすいんじゃないかなと私は思っています 特に人形作家さんになると3ヶ月で1体とかなんでねもうちょっとこれそれにはちょっと当てはめづらいんですけれどもあのー、ハンドメイド作家さんには参考になるかなと思うのでちょっと聞いてみてくださいじゃあ同じようなタイプのものを作っていったとしますで販売して販売して自分でキリのいい数字を決めましょう今日は 20, 20個っていうことでちょっと話をさせていただきますじゃあ20個売れた時に値上げのタイミングです自分の中で同じタイプのものが20個売れたら10%上げる例えば簡単な図で書くと手書きなんですがはい5000円のものが20個売れたら作品の値段を二十あ,あ間違えました10%上げるそうすると 5, 円になりますねちょっとのようでこういうのって大きいので,でここの個数はその作る作品とかスピードをかかる時間とかによって自分で変えていいんですけどこんな感じに当てはめてみてください自分の作品を。だから時間がかかる作品とかだったらこれが10個だったり5個だったりいろいろ変えていいんです。でもこういうふういふにに簡単に 10%上げるって決めとくと楽に値上げはできます。でじゃあ5,000円のものが20個売れたら私は10%上げよう。あこれ5,000円じゃなくてもいいんですよもちろん2,000円のものでも1万円のものでも何でもいいんですけど今日はね例として5,000円になってます。でそれをするとはい20個売れた後には1個5,500円になってます。でこの後も同じことを繰り返しましょう。 5,500円にして、まあ、20個っていうのを例えば15個に変えてもいいですまた15個売れたら10%値上げしましょうそうすると今度は6,050円になりますねこうやってこうやって自分の売れた個数実績が積まれていく間って目に見えてないんですけどスキルが上がってるんですそのスキル分を足すのをさかさん結構苦手だと思うので自分で もうこれ型を決めちゃっておく。そうすると、この形がえっと20個売れたら10%値上げしようって決めておけますよね。いろんなものに当てはめられるので、ここの数字変えたりとか、あと何個売れたらっていうのはまあ手間とかかかる時間とか値段によっていろいろ変えたらいいと思います。そんなわけで、あのー、値上げの仕方でね。 困っている作家さんこのお手書きで申し訳ないのですがこんな感じに値上げのパターン決めておくくとすすごく楽で,すで最初販売する時って最安値だと思うんですね。で,最,安値で最初出しちゃったと値上げって何かみんなやっぱりすごい苦しいんですってなんかお金に走ってみたいに思われるみたいな気がしちゃうみたいででも何度も言いますが。 その間に皆さんは作家さんはスキルも上がっていますでだんだんねあの材料費とかも上がっていく時代でもあるのでそれも加味してでももう材料費を置いといてとにかくスキルが上がっているってことを忘れないでくださいだから徐々に値上げしていくっていうのはおすすめですこれね何度もこれを繰り返していけば値段も 高すぎず順調に上がっていきますねえ5,500円の後これがまた20個売れたらえー、っと6,050円それがまた20個売れたら、まあ、この辺から10個売れたらとかに変えてもいいですけれどもどんどん値段がこう決め事で上がっていくので罪悪感なくきちんとした値段をつけていけると思うんです。すいません久々なんで見る場所間違えちゃったレンズこっちかな。<laughs> なのであの作家さんの参考になればなと思います今日は値上げの仕方でしたまたこれからちょっとこういうハンドメイド作家さんやいろんな人形作家さんアーティストさんたちにもいろんなことが当てはめられるとも思うのでこういった話を結構多めにこれから流していきたいと思っています。自分で起業したたいいい方方ビジネスやっていきたい方 自ぜひ私のチャンネルチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺でさようならチャンネル登録お願いします。